これから長寿梅についてお話します。まずこの長寿梅ですが、黄色い花を咲かせます。次に大きさですが、通常高さが30センチほどのものが多いんですが、中には1メートルぐらいに大きくなる長寿梅があります。次に常緑樹か落葉樹に分けますと落葉樹の仲間になります。また成長が早いか遅いか分けますと遅い仲間になります。次に剪定の強さですが、あまり強い剪定をしまいますと弱ってしまう場合がありますので、それを踏まえます剪定のポイントですが、成長が遅いこともありまして、枝が混んできた場合はですね、混んでいる枝を切り、風通しを良くすることがポイントとなります。料金は高さが1メートルで2000円からとなります。